わっさー、間違えた。ロッサいや、ピマルです。はい、ということで、今回ですね、挨拶にもあった通り、新キャラクターのね、ロースさんについてちょっといろいろね、お話ししながら、分析もしていきたいなと思います。はい、ということで、皆様、新キャラクターのロースさん、知ってますかね？多分知ってる人多いと思うんですけども、ツイッターね、やってる人はね、結構動画とかバーって流れてくると思うんですけども、あ、そこでちょっと言いたいのが、ツイッターね、まだやってない人はぜひともやってください。ツイッターっていうのは、すごい情報量がすごい多いんで、いろんなことがね、回ってくるんですよ。だから誰よりも早く、まあ、この動画でも、よりも早く知ることもできる時があるんですよね。なんで、ツイッターで、まあ、ブロスタのね、公式さんフォローしたりとか、まあ、自分のフォローしたりとかすることで、まあ、いろいろな情報が、ね、早く手に入るということでね、まあ、ツイッターはおすすめの、ぜひともやってみてください。お願いします。はい、ということで話を戻しますと、まあ、新キャラクター、ローさんの話ですね。はい、まあ、動画はちょっと後で見るんですけども、まあ、通常攻撃、あ、これね、ブログっすね。ブロールスターズブログみたいな感じで、公式さんがね、ツイートしてたんですけども、ここにね、いろいろ書いてあります。さあ、新キャラクター、ローさん、近日登場。通常攻撃、石の拳、パンチの連打ですね。エルプリモみたいなパンチの連打。で、威力は、まあ、後で見てみましょうか。必殺技が、鋼のガード、植物由来の頑丈なスーツを身にまとい、一定時間受けるため上提言。これね、80% カットらしいんですよ。ウルドがね。で、なんで植物っていうと、植物学者、植物研究学者みたいな人のをモチーフにしたらしくて、まあその人が、なぜか植物を使って戦うみたいな感じなんですけども。まあ、そういうことです。まあ 80% カットっていうんで、めちゃめちゃ強いですね。はい、次、スターパワーですね。雑草魂。ヤブに隠れてる間、HP が回復。これね、スターパワー300ですね。毎秒300ぐらい回復してた気がします。はい、そんぐらいですかね。まあ、これがローサの、まあ、情報なんですけども、ちょっとじゃあ動画とかも見てみましょうか。かなり強いと思うんで。じゃあちょっと飛んできます。はい、ということでこちら、クロワッサンさんのブロスターツイッターアカウントなんですけども、いろいろ出してますね。クロワッサンさんはね、バグ動画とかね、結構出してる人なんですけども、まあ、この人のね、プレイ動画とステータスもね、まとめてくれたということで、はい、見ていきましょうか。ありがたいですね。新キャラクターローサンのプレイ動画でステータスをまとめてみましたと、レア度、レアヘビーウェイト、通常攻撃がね、480×3 で、カンストの時が、672×3 ということで、かなりね、まあ、エルプリもどんぐらいだったっけな。ちょっと待っててください。こっちでちょっとサブアカの方でエルプリモさんを見てみますか。カンストしてる方がいいのか。少々お待ちください。カットします。はい、ということで、エルプリモスさんがですね、同じ近距離キャラクターでパンチなんですけども、アタックがですね、504ということで、672、ローサの方が火力高いですね。で、HP が5000で、7000がカンストなんですけども、エルプリモのカンストは8120ということで、これ画像多分貼っとくと思うんですけど、どっかに貼っとくと思うんですけど、結構ね、まあ、ローサの方が強くないっていう感じはしますけどね。で、ウルトが全ダメージ 80% カットということで、かなり強いんですね、これが。で、効果時間が6秒ということで。で、スターパーさっきも言ったように雑草魂。物資の中にいると毎秒 HP 300。300ってマジで強いんですよ。お、続くって書いてある。続くんですかね。お、いいね。足の速さ普通。リロード速度。動画の参考で。ウルトの溜まりやすさは、通常攻撃3発分ですね。なるほど。3×3、なるほどね。で、その他、キャラクターボイスは今のうちにないし、レアキャラクターの30円目、安い。で、おそらくセールで19円目。いいっすね。じゃ、こちら動画っすね。見ていきましょうか。プレイ動画。さあ、クロワッサンさんが動いていきますと、足の速さは確かに普通っすね。見た目はちょっとやばいっすけど、背中にね、バックンフラワーしょってますね。いいね、結構強いんじゃないですかね。でも400、あ、まあ、カンストしてないのか。あ、カンスト状態かわかんないですけど。でも乾燥してないな。この状態で 80% カット。ほんとだ。強えな。いや、かなり強いと思いますね。で、もっとすごい動画がありまして、少々お待ちください。ここカットしますね。はい、ということで、こちらですね、アッシュのね、ツイッターなんですけども、ローサのね、先行体験をプレイしていまして、この人ね、まあ、YouTuber ですね、めちゃめちゃすごい YouTuber なんですけども、ローサのすごい強さがわかる動画なんですよ。これ見ていきましょうか。はい、まず、ローサね。
これ今ウルトを使ってない状態ボコボコなんですけども、ウルトを使った瞬間見てください、これ全く効かねえ、全く効かねえ、超強い超強い。なんならウルトまた溜まるからやりきるんですよ。最初ウルトをね使ってない状態だとボコボコなんですよ。こうやって攻撃すらできないなんですけど、ウルトを使ったらほら 80% カットだから超耐える超耐える。なんならタレットを置いたってクマがいて全員倒すってやばくないですか。これ本当にね、これの動画見た瞬間こいつ化け物だなと思って、ガチで強えと思って、もうなんか皆さん期待してください。レア度はねレアだったかな、アスパレア、まあどっちもいいかなんですけども、まあエメラルド30なんで結構お得なんで、皆さんぜひとも買ってみてください。はい、ということでこちらで、ローサの、まあ、情報ですね、以上となります。ということでじゃあバトルやっていきましょうか、せっかくなんで。はい、ではさよならじゃないわ、行ってきます。はい、ということで、レオバトルロイヤルをやっていきたいと思います。湖の谷っていうとこなんですけど、もうこれ遠距離強いですね。なんで、自分ちょっと、ね、でもカールちょっと試したいよね。カール使っていきます。カールがね、強いんですよ、今めっちゃアップデート後なんで。なんでちょっとカールがどのくらいね、パワー4でどのくらいできるかっていうのを試しにやっていきましょう。さあさあさあ、ソロバトルロイヤル始めていきました。カール右脇、2個落っこっている。最高最高潮の最高ね。箱取るときはこの近づいて、うん連打、うん連打、よいしょ。いる、聞いてない、わあ危ねえ、スンスン。ホワイトレベル高っすね。いやスターパワーないとだいぶ違うな、なんか使っててわかるわ、なんか元の状態っすね。スターパワーあるとだいぶ強いな、これ思うと。さあさあさあ、 OK2 個、いいねいいねいいね。あのカール先やって1個取りいっちゃう。ちょっと待って、それは聞いてない。棒強、棒も強くなったんですよね、スピードが速くなった、あれの。さあそこをやれるわ、カール強すぎ、めっちゃ強。今ので分かったでしょ、カールの強さは。ウルト貯めてもう一回とつりたいな。この棒強い、割と強い。ウルト貯めたい。はい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 。で、カールのね、使い方なんですけど、最長距離で狙うといいんですよね。感じ。で、最長距離でやると何がいいかっていうと、帰ってくるのが早いんで、なんつうんだろう。音？おお、なんだ、びっくりしたびっくりした。くれるのかと思ったよ、今。リスナーさんかと思っちゃった。甘かったわ。俺そんなリスナーさんいないのか、甘いわ。オッケー、いいね。でカールね、最長距離なんでかっていうと戻ってくるのが早いんですよ。なんで最長距離でやった方が当たった瞬間ね、シュシュってなんで避けられないんですよ、その2発目が。それが強い。よし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 、オッケー、オッケー。いやそんな目の前で置いたら上から行くに決まってんじゃんね。よしよしよし、7個待ちなんで行っちゃいましょうか。こ、いや射程長が当たるからな、これ長すぎ強すぎ。よいしょ、でこれでウルト使って、はい、お強いってよっことって、もう一回行きましょうか。いやカール強いね、みんなカール使ってないでしょ、絶対使おう。ここ強いもん、ここのバトルロイヤル。もう使ってて分かる、カール強って。はいはいはい、じゃあ行きましょう。ということで、1個取って、近距離カチカチ、近距離カチカチ、はい、近距離カチカチ、はい、近距離カチカチしていく。ん？なんか、いな、いた今。いたよね。どうしたどうしたどうした、箱取んないのか？これここにあるんで、近距離カチカチですね。ここでカチカチ、ここでカチカチ、OK。で、確か右下にもあったよね、アイス取り行ってないってことは。あいつが取りに行ってないってことは右下にもあるはず。あった、近距離カチカチしていこうかな。よしよし、連打連打連打。いやーいいね、序盤から3個は美味しいね、熱い。さあこっからっすね。さあさあ、どこにいるんだい、出てきなさい。説明しよう、このカールの使い方は先っちょに圧を当てることでかなりの効果力が出るということで、皆さんもやってみてください。ということで、ちょテンションおかしいね、行きましょう。ちなみにね、時間は遅くない、そんな12時過ぎてますね、12時半ですね、今夜の12時半でございます。
さあ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 、なんかさ、今日さ、まあ、ちょっと雑談になるんですけど、コメントでね、ヤピマルさんの動画すごい好きなんですけど、おお、ラッキー。まーちゃんさんとのイチャイチャ動画が最近多すぎて、ちょっとストレス溜まるんですよって言われちゃったけど、いや別にさ、まあ、一人で、あ、危ね、一人での動画も出すから、そこはちょっと勘弁してくださいね。よし、出勤。っていう話です。以上です。右下にいたよね、今。あ、やべ。びっくりするな、おい。びっくりするな、おい。ビビるぜ、おい。そんなんやられたらビビるぜ。ビビるぜ、ビビるぜ。ウート使っちゃったからね。はい。で、これね、注意したいのが、海外の動画でよくあるんですけど、ナメプして、なんか、どっか行ったりすると、負けるんですよ、この。どっかにパワーキューブ落っこってて、なんか、俺が死にそうな時に、パワーキューブあいつが取ったら、結局ね、死んでしまうっていう。で、うん、やるじゃん、こいつ。まあいいや、見捨てとくか。おいしょー。オッケー、ジージー。ということで、どうしようかな、もう一回行こうかな。カール変えるか。いろんなの見たいでしょ、みんな。カール変えますね。何がいいかな。レオン。レオンだとちょっとダメか、みんな。はっていうか。なんでレオンなんだよっていうか。じゃあちょっと強くなった棒を使いましょうか。さあさあさあ、で、ダリルでもよかったら、でも棒見たいでしょ、みんな。いきます。さあ、ラストバトルロイヤルでございます。ローサでやりたい、ローサ。せっかくだからな。ローサの、動画だからな、これ。さあ、行きましょう。よいしょ、よいしょ。いやー、くしゃみ出そう。よいしょ、よいしょしてたらくしゃみ出そう。さあさあさあ、やっぱカールっすね。カール多いっすね。ワンチャンこれ左上のやつ取りに行ってない説、誰も。足遅えー。これさ、棒の被ってんのあれでしょ？あったあったあった。黒らしいね、これ。ほら、これ早くなったんだよ、棒のこれ。よーし、序盤3つは美味しい。最強。最強、最強。最高って言うとしたら、今日ってなっちゃったから、ちょっと最高って言って被せといたわ。さあ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 、行きましょう。行くで、索敵して行く。下に陣発見したいよ。よいしょ、よいしょとやって行く。は、いるんだ。そこにいるんだ。やっていく。夏。ちょっと待って、それは強い。それは強いって。うわあ、あ、痛い。調子乗っちゃった。はい。あ、落ち込み方が、まあ、ダセーな、見た目、マジで。ムキムキだな、しかも。これ何撃とうとしてんだ。はい、ということで、今回ね、こんな感じで、ローサのね、新情報と、新情報というか、ローサの、まあ、こう、なんつうの、具体的な調査と、バトロイというね、動画になっておりました。はい。今後もね、また、ローサ出たら、また動画出していくと思うので、ぜひともそちらもチェックお願いいたします。はい、ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ですね、さっきも言った通り、Twitter ね、まだやってない人は、ぜひともやってみてください。ということで、終わっていきます。皆様、それで、わだ。